聞くドラ」ラジオドラマで聞く名作文学。ようこそミラノへ。深夜になるともプロテウス。おお、バレンタイン、ありがとう。だが我が心は故郷ベローナにとらわれたままだ。親の命令とはいえ愛する人と離れ奉公せねばならんとはな。おう、ジュリア、愛しいジュリア。プロテウス、一戦の言葉で君に同情する。かつて私は愛など所詮若さの浪費、一瞬の快楽、そう思い込んでいた。だが今は。バレンタイン、私の騎士バレンタイン、そこにいるのですか。おお、我が主シルビア姫、今朝もお会いできたこの喜び、神に一千の感謝を捧げます。では私は二千の祈りを。シルビアだって。おや、その方ですね。あなたが待ち焦がれていた友、プロテウスは。プロテウス、どうぞよしなに。あはは、ありがたき幸せ。美しい。もう君の顔が思い出せない。許せ、ジュリア。ベローナの二神子、ウィリアム・シェイクスピア。乙女ジュリアは決めました。信仰熱いアマが巡礼に行くように、私もあなたのいるミラノへ旅立ちましょう。さあ誰か、私に男の服と帽子を。待っていて、プロテウス様。おお、ジュリア。このプロテウス、春の風が冬を追い出すように、新しい愛によって君への愛をすっかり失ってしまった。ああ、シルビア、なんと素晴らしい女だ。だが我が友バレンタイン、どうやらあれとシルビアはすでに愛の鎖でつながれている。これを断ち切るには。すまんなバレンタイン。神話の昔から友情より愛なのだよ。なんだと。このバレンタインにミラノからの追放令が。一体なぜ。何、私がシルビア姫を誘惑しただと。なぜそのような噂が。だがこのまま故郷に帰るわけにはいかん。山賊でも盗賊でも何をしてでもこの地にとどまってやる。おお、シルビア、これは神の試練、しばしの別れです。バレンタイン、私の太陽。少女シルビアを捨てて一体どこへお隠れに。ああ、愛しい眼差しよ、尊い二つの愛の星よ。もうこうしてはいられない。バレンタイン、バレンタイン。何、シルビア姫がバレンタインを探しに町を出ただと。なんと無茶な。山賊にでも襲われたら大変だ。今すぐ探しに。は？誰だ？ここはプロテウス様のお屋敷でしょうか。僕はベローナから来た。君は君は誰だ？そんなこんな格好では分かりませんか？私はジュリー。ああ、よいよい、誰でもよい。見たところどこぞのお小姓といったところか。ちょうどいい。今から私に仕えろ。旅に出る。やっと着いたばかりなのに。さあ、支度をしろ。我が愛しの姫君シルビアを探しに行くのだ。愛しのシルビア？早くしろ小僧、お前は女か。はい。シルビアって誰よ。お頭お頭、いやすか。新しいお頭。バレンタインのお頭。おう、どうしたお前たち。いたいた、お頭報告でさ。お頭はやめろ。このバレンタイン、確かに山賊でも盗賊でもとは違ったが、まさか本当に山賊の頭目になってしまうとは。果たしてシルビア姫はどうしているか。バレンタイン様、変な奴らが縄張りに。それ、そこの洞窟で何やら言い合っておりやす。お許しをもらえたらすぐ身ぐるみを剥ぎやすぜ。こらこら、罪のないものを襲うな。私が追い払うからお前たちは休め。へえ。やれやれ。しかしこんな山奥に一体誰だん？この声はまさか。シルビア姫、いい加減バレンタインのことなどお忘れください。あれは忠義の皮をかぶったけなもの。この地であなたを見つけお救い申した私プロテウスこそあなたにふさわしい真の騎士。プロテウス、あなたこそ恥を知りなさい。バレンタインから聞いていますよ。あなたには故郷にジュリアという恋人が。そう、その通りですよプロテウス様。私、あ、いえ、僕もそのジュリアが哀れでなりません。それはもう自分自身のように。ジュリアはきっとあなたを待っています。無礼者、何なんだお前は。家来の分際で。はあ、シルビア姫、これはそのジュリアからもらった指輪です。私の命です。ええ、そうです、間違いありません。ですが今となっては何の価値もありません。シルビア姫、この過去の愛を、私の命をあなたに捧げます。だからお前は関係ないだろう。いえ、僕の心は今ジュリアそのものです。ああ、もういや、助けてバレンタイン。またその名を。では力ずくであなたを妻にするまでごめん。おやめなさい。あなたはバレンタインの親友でしょう。愛と友情を天秤にかける男などおりません。何をプロテウス様、それ以上はいけません。きっとジュリアも許しませんよ。さあシルビア、唇を助けてバレンタイン。こら、何をやってるんだプロテウス。君はバレンタイン。おお、プロテウス、君こそ生涯の友、私の憧れだったのに。私はこれから何を信じればいい。君にはジュリアという。おい、そこにいる小僧、もしかして君はジュリアじゃないか。よくぞ見破ってくれました。いかにも私こそうことなき乙女ジュリア。何ジュリアだと？おい帽子を取ってよく顔を見せてくれ。ああああ、なんと全く気づかなかった。いや、声でわかれよ。ジュリアだ、我が愛の女神ジュリアだ。ああ、私は今までなんということを。すまない、私が愚かだった。愛しているよジュリア。私もよ、結婚してちょうだい。プロテンス。あ、バレンタイン、ようやく会えた。さあミラノに帰りましょう。大丈夫、あなたへの疑いは私が晴らします。もうどこにも行かせないわ。ええ、帰りましょう姫。彼らとみんなでね。そして盛大な結婚式を挙げるんです。それも2つ。だがなプロテウス、くれぐれも花嫁を見失うなよ。バレンタインひくドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。